清原和博525本塁打、2000本安打達成が努力不足言われる理由。むちゃくちゃすごくても怪我で消えたり対策されて打てなくなる選手が多くなる中で、21年連組2桁本塁打と長期にわたって活躍してた清原が努力不足とか言われるの謎やわ。そら期待値よりかは下やけど、試合に出てる時点で努力不足ではないやろ。他の選手と相対的に見て練習してなかったからちゃうん。あんま言われんけど絶対現役の頃からいろんな薬やりまくっとるよな。2500安打900本くらい期待されてたんやろ。練習はめちゃくちゃしてただろうけど、遊び方が破滅的だったからちゃうか。巨人晩年のパワプロで見ると自評価されてたけど、指標的には優秀だったらしいな。1年目に3割30本打ったからだろう。そっから数字対して伸びなかったんだから、そら失敗言われるわ。メジャーの松井みたいなもんやろ。努力してたらあんな太らん。清原の期待値は3000安打1000本塁打やったからな、マジで。初年度30本打つから悪い、そら努力不足って言われるわ。1年目の期待値が歴代最高だから。ご視聴ありがとうございました。